サーヴァントになって後悔したこと？ないな。カルデアだとさ、あんまりそういう人いないんじゃない？戦うの好きだし、私は。大義のためでも、最低な汚れのやつでも構わないし。マスター次第でしょ、結局のところね。ほら、私も一応マスターというか総長やってたし。組織運営の要って割とシンプルだなって。マスターはどうよ、君がサーヴァントになったらさ、どうする？考えたこともないや、なんて言わせないよ。そういう機会たくさんあったでしょ。もちろん英霊たる資格がどうのなんて話じゃなくてさ、大英雄とか聖人とか極悪人どもに囲まれながら、彼らに自分がふさわしいかどうか。この若くか弱く頼りないマスターを前にして、従属する側の立場ならどう感じるだろうかってね。何ができるのか、自分が何者かなんて悩むだけさ。やるしかないんだもん。でしょ？だからこのモレイについて語るなら、もっぱらの関心は今のありようと使命をどう楽しめるかにシフトしてるわけ。どうやって楽しむのって、そりゃ創意工夫と本能ですよ。友愛とかユーモアとか愉悦とか、誰にでも優しく悔いを残さぬよう悟く振る舞うなんてよしなって、人生がつまんなくなる。とはいえ、毎日が精一杯のマスターにはそんな俯瞰してる心のゆとりなんかないか。人生何度目何週目だかのサーヴァントみたいに死んじゃった経験もないし。イエーイ、初心者マーク。うわ、やめてその微妙な表情。あー、お腹すいた。そういやだけど、今ってさ、パリっておしゃれな街の代表格なんだって？ありえねえ、すごいね。しかも美食の都でもあると。何それ、ヤギの餌でも食ってろ。私なら断然ロマニア、コンスタンティノープルなんだけど。そっか、パリがね、あんな吹き溜まりの街が。はあ、悔しいな。ああ、そっか。一個だけあったな。サーヴァントになって後悔してること。残せるものが欲しい。勝利とか、思い出とか、そういうペラペラのじゃなくて。過去のすべての世界を滅ぼして未来へと変えてしまう決定的な何か。これは確かに私の矛盾だな。全然楽しくはないもの。死者の代弁者たるサーヴァントには決して許されない。きっと狂気よりも恐ろしい呪いか何かだ。でも今の君にはまだ、それができる。だから、そうだな。せめて、君に贈り物をしよっか。私のマスター。無造無造の、吐いて捨てるほどいるサーヴァントの一気から、たった一人の君に。ね。
おーい。おーい、バタツ？サバ？くすぐっちゃうぞ。ギリギリ。君ちょっと、うつらうつらしてた。がっくんがっくん、めっちゃたゆたってた。へえ、これがカルデア名物、レムレムってやつ？いいもの見ちゃったな。それよりもさ、せっかく持ってきたんだから、ちゃんとそいつ、持ち帰ってくれよ。恋人の日の贈り物。忘れないようにね。忘れてもいいけど。じゃあ。